エンタープライズの部品か。オットーに聞いてみよう。歴史に興味あるなら、書庫で本を。その前に。よう、クライブ。何を作る？よし、できたぜ。大事に使えよ。よし、できたぜ。また来いよ。クライブ。あ、ボーギャンの流した例の噂が。あれは穴が。昔は確かに敵味方関係なく武器を売りまくった。それで財を成したのも事実だ。金儲けってのは私にとって最高の娯楽だったから。でもおかげであちこちに敵を作っちまって、連中から追われることになった。そんなある日、どこで私のことを聞きつけたのか、シドが取引を持ちかけてきたんだ。私の身の安全を確保して商売に有益な話を提供する。その代わり格安で武器を売ってほしいと。それからシドと一緒に。ああ、隠れ家で真っ当な商売さ。実際シドが持ってくるのはうまい話ばかり。がっぽり稼がせてもらったよ。そんな時、もっと稼げるなんて言われたら信じてしまう。どうせならバリスゼア全土を買い占めるくらい儲けようってね。俺がマザークリスタルを破壊すれば、いろんなものが飛ぶように売れる。シドの言葉を信じて隠れ家へ財産をつぎ込んだってわけだ。それが奴の口車でまんまと乗せられたとも気づかずに。結果その思惑、今じゃ金儲けなんかよりあんたの目的を叶える方が楽しいと思ってる。そして私はそのおかしなもんだ、人生ってのは。いつも感謝して。いいね、クライブ。何か用かい？さあ見ていきな。ちょうどいただくよ。じゃあね。カンベルが大変なことになってるんでしょ。エーテルだまりやアカシアが増えたせいで外でも。来てくれたんですね。支援品の確認ですね。今お渡ししますね。はい、どうぞ。またどうぞ。何か用かな。はい、どうぞ。じゃあな。
帰ってきたか、クライブ。カンベルの様子はどうだった？ああ、実は。そんなことがあったとは。ひとまずみんな無事でよかった。しかしお前が探してるエンタープライズの部品とやらに心当たりはないな。前の隠れ家から回収したものはどこに？使えそうなものは再利用して、私物なんかは遺品としてエンジャに渡した。シドの私物もミドに渡しといたからな。あるとすれば工房だとは思うが。わかった、念のため調べてみよう。抗議してやろう。それでは始めよう。状況の把握を忘れないようにな。では私も思考の時間に戻ろう。アンバーやラザロガイは、ミドのやつ、エンタープライズとやらを。こんにちは、シド。何かお探しですか？シドのタバコ入れだ。さすがにこれではないだろう。これはシドの研究記録か。何やら難しいことが書いてある。他を探そう。シド、カンベルが襲われてるって聞いたよ。造船所にいるミドは無事なのかい？これは確かシドの部屋に置いてあった人形だな。なんだ、人形の底から紙切れが。シドの宝物。まさかそれがエンタープライズの部品？ミドが初めて作った装置。オットーなら何か知ってるかもしれないな。クライブ、手がかりは見つかったのか？教えてくれ、オット。
ミドが初めて作った装置とは何だ。初めて作った装置？ああ、あれだ、オーケストリオンさ。ミドがいくつの時だったかな。音楽を奏でる装置ってんで、シドもみんなも大層驚いたもんだよ。それがどうした？どうやらその中にシドが宝物をしまったようだ。探している部品かもしれない。ほう、そいつは面白いな。オーケストリオンはラウンジにある。調べてみるといい。エーテルダマリやアカシアが増えたせいで、カンベルが大変なことになってるんでしょ。デッキに。やっぱり変だね。うん、やっぱり変だよ。テト、クロ、どうした？シド、大変大変。オーケストリオン壊れちゃった。どういうことだ？たまに音が出たり、たまに音が出なかったり。ほら、お前たち何かしたのか？何もしてないよ。全部いっぺんに聞こうと思って、全部いっぺんに選んだだけ。こうやって。ほら。ほらって。調べてみるからそこをどいて。何か引っかかってるみたいだな。シド、治る？オーケストリオン、治る？ちょっと待ってろよ。よし、これでどうだ。音が鳴った！治った！でも、これ知らない音、知らない音が鳴った！シド、すごい！聞き慣れない音楽だな。オーケストリオンに引っかかってたこいつを取り除いたら鳴り始めたんだ。当たりだよ、クライブ。それがシドの宝物だ。以前奴が見せてくれたのを思い出した。夢のための最後の一片だと言ってたな。夢か。ミドに渡してやれ、クライブ。そいつがエンタープライズの部品だろう。なあ、分かった。シドの思いと合わせてミドへ届けよう。二人とも、ちょうどよかった。タルヤじゃないか。どうした？今しがた、ザンブレクの王子様が出て行ったわ。ディオン・ルサージュが？さっきまで寝てたのに、ちょっと目を離した隙に。世話になったって書き置きを残してね。オボルスの話じゃ、小舟を買い取って自分で漕いで行ったみたい。そうか。彼も一国の世継ぎだ。きっと考えあってのことだろう。あんたがそう言うならいいんだけど、それにしても
まだ傷も癒えてないのに。王子様ってのは無理するのが好きなのかしらね。ジョシュアには伝えておくよ。それじゃ俺はカンベルへ戻る。気をつけてね、クライブ。みんなによろしくな。お前も無茶するなよ。隠れ家に戻ったついでだ。十分に支度をしてから出発しよう。カンベルが大変なことになってるんでしょ。よう、クライブ。この前は世話になった。実はまた困っていることがあってな。もしかしてまたブラックソーンのことか。ああ、そうなんだ。俺は以前外の任務の報酬である指輪をもらったことがあってな。あまりに綺麗だったんでブラックソーンに見せたんだが、それを見た途端急に不機嫌そうに黙り込んじまってよ。怒らせることをしたつもりはないのに何が悪かったのやら。頼む、クライブ、もう一度手を貸してくれないか。仕方ない。こうなったらとことん付き合おう。助かるよ。とにかくまずはブラックソーンから話を聞いてみよう。ああ、先にあいつのところへ行ってるぜ。このままじゃ。クライブ、ちょっと相談したいことがあるんだ。どうかしたのか。最近ベアラーの患者が一人運び込まれてね。タルヤが休みも取らずに見ているんだ。僕が変わると言っても自分が見るって聞かなくて。ただでさえ医務室の仕事も忙しいのに、このままじゃタルヤの方が倒れてしまうよ。クライブからも休むように説得してくれないか。ああ、俺から話してみよう。よかった。クライブ、頼んだよ。タルヤ、話を聞いたぞ。休みも取らずに患者を見ているそうだな。ロドリゲも心配している。一度休息を取ったらどうだ。ありがとう、クライブ。でも心配しなくても平気よ。この人のことはどうしても見ておきたいから。知り合いなのか。ええ、ちょっとした顔見知り。この間偶然運び込まれてね。石化が進んでてもう長くはないの。最後くらい苦しまずに行かせてあげたいけど、痛み止めも効かなくなってきた。何かいい方法はないのか。そうね、エリシア薬を使えば。待ってくれ、タルヤ。本当にその薬を使うのか。彼を楽にしてあげられるのはもうそれしかないの。ロドリグ、あんたも協力して。わかったよ。クライブ、エリシア薬は備蓄がないんだ。今から材料を集めて作らないといけない。
その材料集めに協力してほしい。分かった、いいだろう。ありがとう、クライブ。この時期、ロストウィング近くの裏山道にマイトリングって魔物が出る。そいつから魔中眼を取ってきてくれるかい？クライブ、助かるわ。エリシア薬の材料をお願いね。カンベルが大変なことになってるんでしょう。なんだクライブ、またオーガストと一緒か。いつからお前までそんなおせっかいになった。昔からさ、オーガストに聞いたぞ。あいつの指輪を見るなり不機嫌になったそうじゃないか。なあブラックソン、機嫌を直してくれないか。俺が何か悪いことをしたんなら謝るからさ。そんなんじゃねえ、指輪を見て少し昔を思い出しただけだ。昔を？ブラックソン、話してくれないか。なんでお前たちに昔話をせにゃならん。なあ頼むよ。まったく、話せばいいんだろ。あの指輪を作ったのは俺の兄弟弟子だ。名をゾルターンという。兄弟弟子なんていたのか。喧嘩別れして以来何十年も会ってないが、昔とは比較にならんほど腕が上がってるが、俺にはわかる。あれは間違いなくゾルターンの打ち方だ。指輪を見て驚いたよ。かなりの値がついてもおかしくない。確かあの指輪をくれた人も高価なものだとは言ってたが。しかも鍛冶の腕だけじゃなく細工のための彫金まで身につけるとは。今の俺にこれほどの指輪は作れねえ。それが悔しかっただけさ。あんたはこの隠れ家の鍛冶師だ。誰かと腕を競うものでもないだろう。だからだよクライブ、ここで作っているのはお前たちの命を預かる装具。ただ鉄を打つだけじゃダメなんだ。身につけるもの一つ一つに俺も命をかけなきゃならねえ。だからこそ誰かに負けるなんてことが許されないのさ。特にあんな片手まで家事をしてたようなやつにはな。ブラックソン、その兄弟弟子に会ってみたらどうだ。今更会って何になる。話してみれば何かつかめるかもしれない。あんたは俺たちのために一心に装具を作ってくれている。そんなあんたに俺たちも答えてやりたいんだ。それに家事に命を懸けているなら兄弟弟子に会うことくらいなんてことないだろう。そうそう、変な意地なんて張らずによ。俺たちも一緒に行くからさ。わかったよ。よし決まりだな。ゾルターンだったっけ、その人は今どこに。俺の故郷だ。ドラボズって村でオサをしてる。ドラボズっていやコラバ牧地の北にある村だな。タボールからならそう遠くないはずだ。よしクライブ、後でドラボズの前で落ち合おう。俺はブラックソーンを連れて向かうからよ。ああ、そうしよう。また後でな。ブラックソーンって近寄りがたいのよ。
こんにちは、シド。モーガンビアードの件でご相談がありまして。ここで育てると言っていた花だな。何か問題でも？ええ、生育自体には成功したのですが、花付きや根の張りが野生種に劣ることが分かりました。おそらく黒の一帯の環境に適応しきれないのでしょう。それで一つ試してみたいことが。なんだ、言ってみろ。獰猛な植物の魔物モルボルを素材に新しい肥料を作ろうと思うのです。モルボルは厳しい土地で生き抜くため、その根に多くの栄養分を蓄えているといいます。強靭な個体であればその気根一つで幾日も生存できるとか。お願いです、シド。強靭なモルボルの気根を持ち帰っていただけませんか？わかった、協力しよう。ありがとうございます、シド。ちょうどロザリアで強靭なモルボルを目撃したとの知らせが入っています。詳細についてはサロンのリスキーモブ掲示板に貼り出されているはずです。ああ、確認しておく。それではよろしくお願いいたします、シド。シド、おかえり。戻ってたのかい。僕もミド先生みたいに計算が早く。アンバーやラザロガインはがアカシアに襲われてるなんて。助かったよ。
オーガスト、どうかしたのか。ああ、こいつが通してくれないんだよ。何か入れない理由でも。今村の中でちょっと厄介事がな。よそ者は入れるなと村長から言われてるんだ。すまないな。相変わらず融通の効かないやつだなあ、ハノタレビート。お前、まさかブラックソーンか。なあ、久しぶりだな。何しに来た。故郷に帰っただけだってのに、ずいぶんな言われようじゃねえか。ゾルターンに会いに来た。そこを通せ。村長に。いいか、決して揉め事を起こすんじゃないぞ。約束はできんが、努力はしよう。さっさと通れ。どうも。ここがドラボズ。初めて来たけど、なんだか活気がねえな。ここはカジノ村だ。昔はあちこちから鉄を打つ音が聞こえたもんだが。クライム、ゾルターンに話を通してきてくれないか。おいおい、ここまで来て何を今さら。俺は奴と喧嘩別れしてそれっきりなんだ。いきなり会ったところで話が面倒になるだけさ。いいだろう。まずは俺が話をしてくる。悪いな。ゾルターンは高台の火事場にいるはずだ。きっとまだあそこを使ってる。行ってみよう。すまん、頼んだぜ。火事ができなきゃ、うちの村は終わりだぞ。父さんたちは何やってるの。おい、もっと力を入れろ。そんな火じゃ鉄を打つところじゃねえぞ。すまない、ここの村長に話があるんだが。俺に何の用だ。あんたがゾルターンか。お前、よそ者だな。鼻垂れビートめ、村に入れるなと言っておいたのに。よそ者に用はない。さっさと出て行け。会ってほしい奴がいる。俺に。誰だ。ブラックソーンという鍛冶師だ。ブラックソーンだと。ああ、この村に来てる。迷惑だ。連れて帰ってくれ。あんたとは兄弟弟子と聞いた。昔の話だ。くそ、ダメだ。やっぱりベアランの魔法なんかじゃ鉄を打てねえ。大型のクリスタルが使えねえと、これ以上の火力を出すのは無理だぜ。奴とはもう縁を切った。それに見ての通り今は立て込んでいる。あんな奴に構ってる余裕はないんだ。分かったなら、すぐに村から出て行け。そうか、分かった。頼むよ、村長。クライブ、ゾルターンと話はできたのか。ああ、話はしたが。それで断られちまったってわけか。まあ、奴ならそう言うだろう。俺と会う理由もない。ブラックソーン、教えてくれないか。ゾルターンと何があった。縁を切ったと言われるなんて
よほどのことだぞ。俺は逃げ出したんだ。奴に村のすべてを押し付けて。当時の俺は家人に質を求めていた。より使いやすく、より頑丈な武器や防具、実用と実利を兼ね備えた究極の一品。自分の腕の限界に挑んでみたかった。だが戦では量を必要とされた。より安く、より手軽に、度重なる戦ではその方が都合良かったんだろう。そしてゾルターンは村の方針として量を選んだ。それからは喧嘩の毎日さ。質と量、相入れないんだからどうしようもない。村を潤すための選択と分かっちゃいたが、俺には我慢ならなかった。それでここから逃げ出したってわけだ。ブラックソン、ゾルターンの村長としての手腕は実際大したもんだったよ。たちまち村は潤って、村の連中も贅沢できるようになったんだから。しかし世の中うまくはいかないもんだ。クリスタルがなくなって炉が使えなくなるとは。昔シドから聞いたことがある。マザークリスタルが大地からエーテルを吸収するとき、少しばかり溢れ出る分があるってな。おこぼれってやつだろ。マザークリスタルの近くなら炉に使うようなクリスタルも使うことができる。でもドレイクファングが消滅してからはそれもなくなっちまって、ダルメキアの多くの地域で大型のクリスタルが使えなくなってるって聞いた。ああ、この村じゃもう火事は続けられん。死ぬのを待つだけだ。なあクライブ、この村に隠れ家と同じ炉を作ってやれねえか。あの炉を使って不意後で火を起こせばクリスタルがなくても火事ができる。俺がいつもやってるようにな。待てよブラックソン、俺は隠れ家の、俺たちのためにシドが発明したんだぞ。それをそんな簡単に。わかった、いいだろう。言ったはずだ、あんたに答えてやりたいと。それにマザークリスタルを全て破壊した後、いずれは広めるつもりだったんだ。人が人として生きていける場所には魔法に頼らず生きる術が必要だからな。この村が最初というだけさ。どうだオーガスト。俺たちの頭はクライブだ。お前がそう言うならそれでいいさ。ありがとうよクライブ。よし、なら早速支度するか。な、そうだな。二人とも手を貸してくれ。あの炉を作るには人手がいる。オーガスト、村の連中に声をかけて動けるやつを集めてくれるか。おう、任せておけ。クライブ、お前には不意後に使う素材集めを頼みたい。村の外に広がるコラバ牧地にはデザートサラマンダって魔物が住んでる。そいつを倒して耐熱側を取ってきてほしい。わかった、すぐに取りに行こう。よし、行こう。はサルマンダーか。ありがとう。バカッサ。
る。これだな。ブラックソウに届け。こんなに人を集めて何する気だ。クライブ、戻ったか。あんたに頼まれた耐熱ガバを取ってきたぞ。まあ、確かにこれで支度はできた。ロト・フイゴの作成に取り掛かるとしよう。すごいな、クリスタルや魔法を使わずにこんな火力が。ああ、これなら鉄が打てる。よかった。村は救われるぞ。ちょっといいか。さっきは邪険に扱って悪かったな。あんなに立派なもんを作ってくれて、本当に感謝する。あんたらは村の恩人だよ。礼ならブラックソーンに行ってくれ。俺たちは手伝っただけだ。後で奴にこいつを渡してくれないか。これはブラックソーンが出て行った後、試行錯誤して作り上げた特製の外胆だ。こいつを炉にくべれば高い火力を維持しやすい。より強固な鉄を打つことだってできるだろう。どうかあんたらで使ってくれ。俺は奴の腕が羨ましかった。だから村長の仕事をしながらもひたすらに鉄を打っている。今もずっとな。だが奴には届かない。どんなに努力しても腕の差が埋まらない。村を出て自由に生きる奴に俺の腕ではかなわないんだ。悔しかったよ。直接渡さないのか。俺はまだブラックソーンを許したわけじゃない。なあクライブ、ひとまず隠れ家へ戻らないか。少なくともあの様子じゃゾルタンはブラックソーンに会う気はないだろう。それに今のブラックソーンを見ろよ。生き生きとしててなんか吹っ切れたように見えるぜ。ああそうだな。あいつはまだロト・フイゴの説明をしてるみたいだ。後で俺が連れ帰るよ。ならゾルターンから預かった外胆は帰ってから渡すとしよう。ああまた隠れ家でな。ブラックソン、オーガスト、もう帰ってたのか。ああ、今しがたな。あとは村の連中が頑張ってくれりゃいい。ゾルターンとは結局話すことができなかったよ。それについてあんたに渡したいものがある。
外胆？こいつはもしかして。そうだったのか、ゾルターンが。あんたの腕を認めていたよ。そうか。俺は村を出たことに後悔はねえ。命を懸けて俺が撃った武器を、命を懸けてお前たちが振るう、これこそカジシミオリに尽きるってやつだ。だからこの外胆もありがたく使わせてもらう。少しでもいいものを作って、一人でも多くの仲間の命を救ってみせる。ゾルターンの火事が片手間じゃないってのなら、俺も寝ずにやってやるさ。あいつにだけは負けるわけにはいかねえ。ブラックソン、安心したぜ。すっかり元気になったじゃねえか。心配かけちまったな、二人とも。俺はもう大丈夫だ。やる気が溢れてくるぜ。よし、仕事だ仕事。なんだかんだ言ってやっぱり今でも兄弟弟子なんだな。ああ、お互いの存在が己を磨くきっかけになってる。羨ましいことだ。せっかくだし、ついでに仲直りでもしてくれりゃいいんだがよ。とにかく今回は一段落ってところだ。クライブ、いろいろとありがとうよ。感謝してるぜ。支度はできてるか？どれが欲しい？じゃあな。歴史に行き、ここは歩きの方面。今はやめておこう。ここは歩きの方がいい。今は呼ばない方がいいな。ここは歩きの方がいいか。今はやめておこう。気を抜くな。
これが魔中眼だろう。カンベルが大変なことになってるんでしょ。ミドたちは。Oh!
やあ、クライブ。何が欲しいんだい？ちょうどいただくよ。カンベルが大変なことになってるんでしょ。おかえり、クライブ。
魔中眼は手に入ったかい？ああ、確認してくれ。ありがとう。これで間違いない。早速エリシア薬を作るよ。この薬はね、全身の感覚をなくす強い薬なんだ。最後には生きてる感覚さえもなくしてしまう。本当は使ってほしくないんだけどね。どう？少しは楽になった？ああ、痛みを、まったく、暖かい光が見える。もう何も考えなくていい。どうかゆっくり休んで。ありがとう、タルヤ。立派になったで。終わったわ。ありがとう、ロドリグ。それにクライブも。僕は弔いの用意をしてくる。あの人はね、私の恩師なの。シドと会う前、私がまだ故郷で軍の看護兵をしていた頃のね。私の故郷は南にある小さな島で、当時すでに黒の一帯に飲まれつつあった。だからあの人は魔法を使わない治療、医者としての知識を私に教えてくれたわ。それで恩師か。エリシア薬はあの人が考えた薬よ。彼の理想はシドと近かったから。人が人として死ねる場所。でもベアラーたちにそんな場所なんてない。それで全ての苦しみから解き放たれて人に戻れる薬を生み出した。ねえクライブ、人が人として生きられる場所、あんたの理想を必ず実現させましょう。こんな悲しい思いはもう。ああ、成し遂げてみせる。ありがとう、クライブ。アンバーやラザロガイは。僕もミド先生みたいに。シド、お帰り。戻ってたのかい？
お帰りなさい、シド。モルボルの気根は手に入りましたか？これで大丈夫か？分厚い表皮にぎっしり詰まった器官、これなら栄養も豊富に違いありません。ありがとうございます、シド。早速新しい肥料を作ってみますね。見てください、シド。モーガンビアードは野生種に劣らないほど花つきがしっかりして根も強く張ってきました。他の草木にも効果が見られます。すべてシドのおかげですよ。役に立てて何よりだ。そうだ、シド、お礼にと改めて精油を作ってみたんです。あの花の生命力が強まったおかげでしょう。以前よりも薬効が増したようです。どうぞお持ちください。あなたの助けになりますように、シド。